スムーズにいったと思います。まあ、これがね実際の時は、いろいろな想定をしてからじゃなくて実際に動くもんでいろいろ問題あると思うんですが、まあ、こういう訓練をすることによってどういうものを用意しておいたらいいかとそういうものが分かってくると思うんですが、